腹びろ緑鬼雲レイニアスビリディベントリスやギヌマ1969は小柄な鬼雲族の一種。腹部がツヤツヤしい鮮やかな緑色をしている。体長はメスが5.0から7.0ミ、mm、リメートル、オスが3.0から4.0ミ、mm、リメートル。ふわしや背後は褐色で腹部はオスでは全体に緑褐色だがメスでは 前縁が暗褐色をしている他は鮮やかな黄緑色。オスでは腹部の長さが幅よりやや長いが、メスでは長さと幅がほぼ等しいか横幅が広く、中央付近は両側に張っている。また表面がツヤツヤしく、照りがある。日本では本州、四国、九州と南西諸島から知られる。国外では中国からも知られている。産地に生息し、 日当たりの良い林道脇や渓流沿いの樹幹、地上2から3メートルあたりに垂直の正常円網を張る。腹部の形と色が独特で区別はたやすい。腹部が幅広くすべすべで鮮やかな色をしていることから、鳥の踏んだま種類に見誤られることがある。同様に鳥の踏んだま種類に似て見える鬼雲族のものに丸詰め鬼雲 A セミナリーズがあるが、こちらは、 形態的に似通ってはいるが、腹部の色が褐色である。以下、主として、小野編長、P455 焼沼、P101 深海、P191 深海、P191 小野編長、P455、ありがとうございます。